ロジアン公爵は、スコットランド貴族の爵位の一つ。ロジアン白位を前身として、ロバートカーが1701年に除されたことロジアン公爵に始まる。ロジアン公爵家当主は代々カー士族の士族長を務める。ロジアイ公爵家は1821年に、連合王国貴族爵位であるカー男爵に除されたため、イコーカー家の当主は、 自動的に英国貴族院に議席を持つことができた。現当主である第13代ロジアン・公は保守党所属の政治家であり、マイケル・アン・クラブの名で知られている。彼自身、2010年に一大貴族としてモンテビオットのカー男爵に除されており、その爵位をもって現在もなお貴族院に席を置いている。カーケは現在、モンテビオットハウスを本拠地としているが、 以前はニューバトルアベイやブリッキングホールも所有していた。カー家の貴族としての歴史は16世紀中央まで遡ることができる。マークカーが1591年にニューバトル脅威を得たことがその始まりである。1633年にはマークの親戚であるロバートカーもアンクラム伯爵に助されている。ニューバトル教はその後、 1606年にさらにロジアン伯爵に異階を進めた。その息子の二大伯、ロバート・カーニは娘しかいなかったため爵位を一同王冠に返した後、彼の娘アンカー及びその子孫に相続を認めた、承継条件を持つ同盟の二爵位を得た。アンの死後、爵位は、ウィリアム、初代アンクラム伯、ロバートの罰子。その後、ウィリアムの父の持つアンクラム伯爵位は、 彼の兄チャールズに死死がなかったため休止した。に継承されたが、彼自身が1631年に、ロジアン伯爵くらい及びニューバトルのカー位を得たため、父と同盟の爵位を得ることとなった。その後を襲った息子のロバートは、父の得た伯爵位に加えて、ニスベット、ランヌートン、ドルフィンストンのカーに技されたほか、 おじチャールズがかつて保持していたアンクラム伯爵くらいの復活を認められた。さらに彼は理解を進めて、1701年にはロジアン公爵、ニューバトル、オクスナム、ジェドバラ、ドルフィンストン及びニスベットのカー卿、ブライエン爵に上されたほか、彼自身の爵位としてアンクラム伯爵位を与えられた。その後、二大公がジェドバラ卿を継承したほか、 六代公が1821年にカー男爵に除されており、以降その子孫が連綿と現在に至っている。現当主である第13代ロジアン公爵マイケル・カーは以下の爵位を有している。以降の歴代伯爵はロジアン公爵を参照。以降の歴代教はロジアン公爵を参照。以降の歴代伯爵はロジアン公爵を参照。推定相続人は12代公。 ピーターの弟である、ラルフ・ウィリアム・フランシス・ジョセフ・カーであり、その推定相続人は、彼の息子、ジョン・ウォルター・ドナルド・ピーター・カーである。1606年創設のロジアン伯爵位に、関しては、初代公爵が、その継承を拒否されているため、本校には記載しない。ありがとうございます。